It's time! ポーランドの刺客パベウです。じゃないんですけど、今日は、なんか一日パチンコにこもったら、もうずっと光とかなんとかで目が充血しちゃって、まあそんなことどうでもいいんですけど、なんか、何週間くらいか前から、なんかブレイキングダウン出禁になった床内だみたいなコメントがちらほらあって、まあ、なんのこっちゃと思って別にスルーしてたんですけど、またなんか入ってたんで、それについてネタもないんでね、それについて発言をしていきたいと思います。そもそもブレイキングダウン出禁っていうのは全く意味がわかんないんですけど、まあ多分僕は最近その本戦を会場に見に行ってないのと、あとね、オーディション会場に入れてないっていうことで、そういう憶測が視聴者さんというかね、のところで、わーってなってって感じだと思うんですけど、そもそもオーディションの会場って今もう全然入れなくなっちゃったんですよ。いつだっけな、5か6かの時に、その会場でなんか動画撮って TikTok に上げちゃったりした人がいて、で、その時にもう禁止ですよって言ったんですけど、もう無理だから100%防ぐのも、本当に身内というか、スポンサーとか、人以外入れなくなっちゃったんですよね。なんで、まず入れませんと、僕みたいな一般人っていうか、視聴者ですからね、ただの。で、会場は、全然、別に僕一般人ですから、普通にチケット買って見に行けばいいんですけど、もともと、やっぱプロ野球とかも、ライブのコンサートとかも、なんか、ひろゆきさんもこれ言ってましたけど、家で見た方が快適じゃないですか。ビールとか飲みながらのんびり。で、選手のね、表情とかも見えたりとか。だから僕割と家でだらーっとしながら見るっていうのは好きで、会場でももちろんいいんですけどね。なんで、ブレイキングダウンデッキンっていうのが全く、意味がわからないっていう回答になります。で、今、溝口さん、朝倉未来さんが社長で、溝口さんもすごい重要なポジションだと思うんですけど、僕、溝口さんは、まあ、溝口さん覚えてるかどうかわかんないんですけど、クラブハウスっていうのが流行った時に、溝口さんもね、めちゃくちゃ、結構部屋建てて、喋ってらしたんですよ、クラブハウスで。で、その時に結構同じ部屋になって、話させてもらったこと何度かあって、まあ、溝口さん覚えてるかどうかわかんないですけどね。で、ブレイキングダウンの会場でも、ちらっと、あ、君がなんかいろいろ話に聞くひろゆかないくんか、みたいな感じでね、一応認知はしてくださってるんですけど、あんまり、やっぱり忙しい方なんで、こう、あんまりこう、話し込むことがなくて、ぜひ今度お会いした時には、溝口さん、僕ね、出禁じゃないですよね、ということで、確認していただければと思います。というわけで今日は、なんか出禁、出禁ってコメントにごちゃごちゃ書いてあったんで、回答してみましたっていう話でした。じゃあ、もう9.5がね、間もなくカードが出ると思うんですけど、皆さん、楽しみに。9.5とかって、あれ、一般の人は会場で見れないですもんね。俺も、なんか別に、見えるようにしたらめっちゃ儲かりそうな気もしますけどね。はい。というわけで、お疲れ様でした。